こんにちは、スプライトライダーです。今日は、前回言っていたこの100機ですね、スマートホルダーマルチホルダーのこの100機っていうね、バイク、まあチャリンコでも、取り付けられる、スマホホルダーをちょっと紹介していこうかなと思います。で、まあ、これもね、一応ウォータープルーフみたいな感じで結構ハードケースみたいになってるんで、まあ雨とかでも iPhone は心配ないかなっていう感じです。はい、ということで、中身の方がこういう感じになってますね。一応、防水の、ホルダーですね。あとこれがマウントになってますね。で、まあこの、六角レンチをねちょっと使って締めるタイプなんですけど、あとは、充電用のね、あの配線、こうつなぎ目のところの、まあ、防水できるようにっていう、こういう、まあ、ゴムがついてます。このケース自体がちょっとこういうなんかお弁当箱みたいなね、こういう風にこうカチッと両脇でこういう風にカチッと、あと下の方でカチッとこういう風に止める、まあ、タイプで、でちゃんとこのまま簡単に外せるので、まあ、このまま持ち運びもできると。で、写真も撮りたいっていう時はちゃんと裏にもね、こういう風にカメラのとこも、レンズになってるんで、このまま外すことなく、写真も撮れちゃうっていう、結構優れものなんです。あとね、立てかけられるようになってるんですね。結構弱いんですけど、カバーをつけたままでも、こういう風に立てかけて、動画なり見れるという。もう全部蓋しちゃってるじゃないですか。じゃあどこで充電をするかって、ああと電源ボタン、ここですね。うん、こう押すと充電、あの電源ボタンもオンオフできます。うん、ただこっち脇がちょっと閉まってるんで、まあ、マナーモードとかはまあ使わないと思うんですけど、あと、まあ、音量ボタンはまあ使えないんですけど、で、まあ、充電、挿してて充電しながらとかどうやってやるんだっていう風に思うんですけど、この下の蓋ですね、下の蓋を開けるとこういう風にゴムでこういう止まってるんですけど、蓋されてるんですけど、まあ、こういう風にね、あの蓋を開けられるようになってるんですよ。なんでここから充電したり、あとまあイヤホンジャックもついてるんで、まあ多分純正の iPhone の充電、iPhone のじゃなくてもいいんですけど、まあ、普通のイヤホンもさせるかなっていう感じです。はい、というわけ で今ちょっとヘルメットかぶって、まあ今撮ってるわけなんですけど、ちょっとあの帽子マウントとかまだ持ってないんで、ちょっと今ヘルメットでやってるんですけど、まあ取り付け方法はこの位置になりますね。ここにネジ穴が2つあるんで、片方のこの下の方のネジ穴に合わせて取り付けをします。まあ普通にほんとカチッとつけるだけなんで、まあここにあのネジ、まあこれで止めて、まあ完成なんですよ。ここで、回していくと、完全にロックされて、まあ外れないっていう形状にはなってるんですけど、取り外しも簡単で、ね、これまずネジを外しますね。で外したらここね、ちょっと見づらいと思うんですけど、ここね、ここのところにあのストッパー、爪がついてるんですね。爪、うん、爪がついてて、だ本当はこっち側にあの引いて外さないといけないんですけど、これが邪魔して、まあ、抜けないわけですね。まあロックされてるわけです。だからこれが緩んでても、まあ一応外れないっていうふうには一応なってるんですね。なんで、外したいときは、ここ浮いてるの分かりますかね。この浮いている部分を持ち上げて、クッと引くと簡単に外れます。でね、これね、説明書にね、この外し方書いてないんですよ。なんで俺最初外し方分かんなくて、もうね、押してダメなら引いてみろみたいなね、もう無理くりやっててね、ぶっ壊しそうになってました。まあこれをいちいちこう外さなくていいわけですよね。簡単にポンと外れちゃうんで、
まあちょっとこう大きくはなっちゃうんですけど、もうかなりのこうハードケースにもねなるんで、ツーリングの時はすごい、強い味方になると思います。でこの六角レンチを使うわけですよ。この六角レンチを使って回していくと、はい、出てきましたね。はい、六角レンチを使うとこういう風に回って閉まるっていうタイプです。はい、というわけで僕は、ホルダーはこういう風に、まあ、横置きで今は、つけることにしました。であとは、まあ、下に USB ポートがついてるんで、ここからピョンと、充電するような形にはね、充電するのはここにあるんで、ここから充電していきます。充電ポートをこれここに穴があるんですけど、なんかね角度がついてて差し込み口がこう曲がるんですよね。斜めになってるからすごい差しづらい。あとね普通にこう引っ張ってね抜けないんですよ。つけちゃうと一回まずね高さが合ってない。うん、 iPhone がこの位置する場所とこの穴の位置が合ってないんですよ。要は高さがこの穴の方が低くて、 iPhone 自体がこう台座が高いから斜めに入れないと入らないんですよ。まあ、物自体はねすごくいいと思うんで、まあいろいろ検討していきたいなと思います。ということでちょっと長くなったかもしれませんが、100機のご紹介でした。まあ、もし検討されている方がいれば、参考になればいいなと思います。ということで以上です。ご視聴ありがとうございました。これからもスプライトライダーをよろしくお願いします。ではまた。